今日も中禅寺湖に来ています。はい、まだ真っ暗です。間もなく4時ですね。今日も一発来ればいいなと思っております。朝ですのででっかい声は出せませんが、もうねこれ横見てください。皆さんねこれ横でずっと待ってるんですよ。頑張りましょうね。ブラウン、吉富さんレイク釣れました。私も頑張りましょう。結構沈めました。いますね。なんかでかいでかいとか言ってるよ向こうで。ルアーの人もいるのいっぱい。いっぱいいるじゃん。ちっちゃまあでもね、坊主逃れでとりあえずは、はい、来ました。来たよ。ちっこいけどレイクトラウト来ました。はい、着きましたよ。3回ぐらい釣られた跡がある。はい、レイクトラウトです。ね、レイクですね。これいくですが、出しますね。バイバイ。とりあえずワンダウンでよかったです。リリースして明るくなってきました。これぐらいだったらちゃんと映るでしょう。話してたらヒットですね。釣れなくて困ってる私たちの目の前でいきなりですね。さすがですね。これはやっぱりケーブリッドがいいんですか。腕がいいんですね、やっぱりね。腕がいいんですね。
さすがですね。おお、まあまあじゃないですか、サイズは。そうですね。ああ、来ましたね。来ました。あ、しまった、水中カメラ、そっちだ。あと水中ボタンしてください。あの石井さん、ちょっと一言いいですか、はい、あの大きいものを狙ってる割にはネットがちょっと気合い入ってないんじゃないですか、これ。そうなんですよ。このネットに入らないんですよ。入らない、でかいのを持って。あ、でかいいじゃないですか、60ぐらいあるないですか。いやいやいや、今ネットの大きさを見てびっくりしました。おー、レイクですね。明るいところで見るとレイクトラウトもこんなに綺麗で、こんなに綺麗。さっき私が釣った時は真っ暗でしたから、皆さん、これが日光にしかいないというレイクトラウトでございます。最後粘りますね。ね、粘りますね。日中に釣れるっていいですね。そうですね。もしかするとボートかもしれない。ボートと遊覧船。あ、遊覧船ですか。かもしれない。これさっきのくらいですか。クリーム色。ダークグレー。あ、55センチぐらいかな。ゆっくりネットがかっこよく釣ってないよ。ばっちり食ってますね。ごちそうになりました。ゆっくりですね。ばっちり食ってますね。これね、鱗取らせてもらっていいですか。はい、いいです。吉富さん、やりましたね。私が休憩している間に出ますね。はい、浮いてきたらね、もうライン入ってる。あ、もうちょい。おお、ドローンも飛んでて今空撮してるからね。でかいんじゃないの。でかいんですかね。寄ってこないでしょ。なかなか浮いてこないですね。うん、一回前あたりがあってバレちゃって、まあ、ダメかなと思って引っ張ったらもう一回行ってみた。ラインはタイプ？スローインター。スローインター。ついにリールファイトになりましたね。ランニングライン持ってかれて。
66つった時もこんな感じだったんですけど、やっぱ全然浮いてこなくて、また別の場所から撮る。じゃあリリッシュ撮ります。はい、